はい、トムチラです。本編入る前に、ちょっと皆さんにね、感謝を伝えたいということで、今動画を回しているんですけども、もしね、本編から見たいって方いましたら、ぜひスキップしてってください。先日の20日に初のグッズ販売が開始しまして、ありがたいことにですね、1日、販売日1日で購入いただいた総数が100点をもう超えたっていう連絡を事務所の方からされまして、本当にありがとうございます。なんかそんなに売れると思ってなかったんで、ちょっとびっくりしてます。事務所の人が前回の動画の時にはなかった、そう、グッズをサンプル送ってくれたので、もうすぐ紹介したいなと思って これがロゴ T の白なんですけど、まあ、これも L サイズで。これもね、L サイズで。出て、でね、マジで、T シャツとかパーカーすごい可愛いんだけど、見て、アクスタ、アクキーとかがめちゃめちゃ可愛くて、これアクキー。アクキーね。アクスタ。これもアクスタ。めちゃめちゃ可愛いのよ。こっちのチェキ風のやつについてくるカードみたいな。いや、可愛い。まだね、手元にないものとかあるんで、もうそれはね、20日に購入して、皆さんと一緒に届き待ちしてるんで、もう全部揃ったらね、ぜひここに飾りたい。まあ、まだね、販売期間というか受注期間か。受注期間は、1月いっぱいまで受注期間として設けさせてもらってるので、もし、気になったものあれば、ぜひぜひ、もう1点でもいいんで、まあ、買っていただけると嬉しいです。はい。ちょっとおそろしましょう、おそろ。お願いします。ということで、早速ね、本編に行きたいと思います。はい。ちょっと、しょっぱな顔変わると思うけど、チャンネルは間違ってないので、変えないでください。そのまま見続けてください。はい。以上です。じゃあ、本編、行ってみよう。こちらです。おはようございます。今7時半を回ったということで、4時半くらいまで編集して、1時間半寝て、6時くらいに起きて、今お風呂入って、この時間ぐらいなんですけど、眠った。今日は何をするかと言いますと、今僕ジムに行っていて、体作りをしてるんですよ。最近ちょっと減量中なんですけど、減らないということで、トレーナーのね、方にチートデイしましょうってことで、チートデイいろいろご飯を食べようと思います。まあ、クリスマスということで、まあ、多分ね、今見てる、そこの、あなた、今一人だと思います。僕と一緒で、クリスマス、一人だと思います。なので、クリスマスツリーをね、見に行こうと思います。イェイ。北海道の函館で、ちょっと有名な、めっちゃでかいクリスマスツリーがあって、金森倉庫っていうところにね、なんか、海の上に立ってますみたいな、なんか、みたいなやつがあるんで、それをちょっと動画に収めに行こうかなって。で、その函館に行くんで、ちょっと美味しいものを好きなように食べて、チートデイをこなしているという。もう僕はチートで、見てる人にはクリスマスツリーのこう綺麗さを届けようかなっていう、そういう動画です。何言ってるか分からなくなってきた。ということで、支度していきたいと思います。はい。最近結構メイクを変えてるんですけど、まあ、今回は多分、メイクの工程とか載せるとめちゃめちゃ長い動画になりそうな気がするんで、今日は飛ばします。はい。あれやりたい。
ポンって跳ねたら変わってるやつ、支度していきます。はい。支度が終わりました。これから向かっていきたいと思います。はい、函館着きました。長かった、4時間 JR に乗ってました。寝てたね、大半。ちょっと函館といえば海鮮が美味しいんで、ちょっと海鮮食べれるとこ行きたいと思います。めっちゃ寒いです。小さい頃に5年くらい函館にいたんで、全然見覚えのある景色ではあるんですけど、寒いかとりあえずなんか函館といえばみたいなものを食べに行けたらいいなと思ってます。海鮮系、あと有名なラッキーピエロっていうハンバーガー屋さんがあるんで、そこをちょっと目指していきたいと思います。200円の貸しでございます。99番で食事をお持ちします。座ってお席についてる番号をここに書いて、はい、この紙をその先のピンクのプリンのカゴまでお持ちください。はい、わかりました。お悩みを持ってお進みください。ありがとうございます。すみません、食べるときって、はい、写真とか動画とかって撮ってもいいですか。はい、他の人も見なくなければ大丈夫でございます。わかりました。ありがとうございます。はい、海鮮系はちょっとやってなかったんで、ラッキーペイロに来ました。カレーに、ハンバーガー、ポテト頼みました。食べれないと思うけど食べてきます。これさ、顎外れると思うんだよ。マヨネーズ久しぶり。もうちょっとさ、この見た目なんですか、それっぽく食えよとは思うんだけどさ。はい、完食しました。ちょっと僕一人じゃ無理だったんで、カメラマンに手伝ってもらいました。ごちそうさまでした。今冒頭で言ってたクリスマスツリーがあるところに向かってるんですけど、花森倉庫っていうところがあって、ここに今向かってます。せっかくね、今回カメラマンがいるんで、なんかコメント欄でよく言われるその全身図を見たいってよく言われるんで、ちょっと撮ってもらえますか。せっかく自分じゃ撮れないんで、
シーズンこんな感じです。で、こんな女の子女の子してないです。はい、金森倉庫着きました。寒いわ。優雅な、はい、ということで真っ暗で見えんけど、今回の動画はこんな感じになります。いかがだったでしょうか。とりあえずね、めちゃめちゃ寒かった。何も見えなくね。めっちゃ寒かったです。でも水きれいだね。お裾分け。はーい、今回はねチートデーだったんで、また明日から体作り頑張っていきたいと思います。まあ、一応これクリスマスに上がってるはずなんで、メリークリスマスということでこの動画は終わりたいと思います。したっけ